明治39年、藤岡克二賞は10年2月28日は、日本の言語学者、上田和都氏を継いで、東京帝国大学言語学教授を務めた。藤岡は、京都に生まれた。1897年に、帝国大学白言学科を卒業して、文学博士の学位を取得した。1898年、星名光一。 岡田正美と共に国語に関する事項取り調べの食卓に就任し、国語告示問題の研究に取り組んだ。藤岡は1900年の小学校令試行規則の書位防備機金遣いを指示し、学術雑誌の論文も防備機金遣いで書いた。藤岡は上田和都氏が創設した言語学会の機関誌、言語学雑誌の編集人でもあった。 1901年から1905年までドイツに留学し、ライプツヒ大学で学んだ。留学時には、ビルヘルム文との心理学に傾倒した。帰国後の1905年に、東京帝国大学の講師、同年女教授となり、言語学講座を担任した。1910年、上田和都氏の公認として、教授に就任した。語比較文法、一般言語学、 アルタイ語族他の東洋諸言語について講義を行った。1907年に清に出張し、内蒙古でモンゴル語の調査を行った。1921年に君山東随法賞を受賞した。1933年に定年退官。1935年に病没した。夫人の藤岡康子は徳川義信の,の命で金書家として知られる。 また、息子の白武氏は、吉信の偉いである、徳川武定の婿養子として、松戸徳川家を継承した。藤岡は1923年以降長年をかけて、写真版をもとに、万文童を日本語に翻訳したが、病に倒れて出版できなかった。藤岡の没後、1939年にオフセット出版された。1932年に、法典で、 万文炉を調査する予定だったが、果たせなかった。藤岡は、上田和都氏による、ローマ字や、教科書編纂を補佐し、その著作はほとんど日本語関係のものであって、陰謀語関係については、何の著作も残さなかった。唯一の例外は、ジョゼフ・バンドリエス、言語学概論の翻訳で、これも没後の1938年に出版された。翻訳書には他に、 言葉のお日立ちがある。1908年に国学院大学同窓会で行った講演、日本語の位置において、ウラルアルタイ語族の特徴14項目のうち、母音調和を除く13項目が日本語と一致すると指摘し、藤岡の社会的地位の高さも相まって、後世に大きな影響をもたらした。国語学関係の主張は国語研究法である。1905年に、 ローマ字団体を大同団結したローマ字広見会が結成された。藤岡はその創立以来の参加者で、その著書、ローマアザ手引きはバイブルのような存在だった。当時はヘボン式が圧倒的に優勢であり、藤岡も一貫してヘボン式を支持していた。1912年に基本方式を標準式としたため、日本式ローマ字派の分離を招いた。 1937年の内閣訓令で日本式に近い訓令式が正式のローマ字とされたが、柿の木重要によると、これは政界に影響力を持つ藤岡の政居が関係するのではないかという。ありがとうございます。